天下人であった太后秀吉様が亡くなり、この国では今二人の侍が歯を競っておる。一人は秀吉様を継いだ石田三成と、もう一人は我が主君徳川家康様。わしは家康様から西国大名たちの調略を任され、この九州へ参ったのだ。ウィリアム、近頃巷には地味毛量が出没し、大名たちは手を焼いておる。鬼を斬るその腕を売り込めば調略の好機となろう。案ずるな、あやかし騒ぎを追えばお主の仇も現れよう。まずは家康様に近しい隣国豊前の官兵衛殿のもとに参ろう。
Yeah!